久保さん、今回年収1億円にしましょうか。なんかね、前、その空港で、まあ、空港に本屋あって、で、その本屋でちょっと立ち読みしたんですけど、な何すかね、なんだっけ、関西空港か。関西空港ですね。年収1億、みたいな。僕が年収1億円になった、なんちゃら、みたいな。なんかそんな感じの本だったんですけど、まあ、その本をね、立ち読みしてたら、まあ、こんなことが書いてあって、まあ、その人も普通のリーマンだったんですよね。 で、なんかその、うん、その年収1億をもうすでに達成してる人、成功してる人に、まあ聞いたらしいんですよ。どうしたらそんなに成功できるんですかその年収1億とかとそんななれるんですかみたいな。そう、働けないんだよ、みたいな。<laughs> だからプライベートと、プライベートと仕事の境目がなくなるぐらい働いてみって言われたらしいんですね。だからあの、一日も休まず働くことだよ、みたいな。 言われたっぽくてなんだそれみたいな <laughs> ね <laughs> どういうことだみたいなね休まず働く <laughs>、まあ、とりあえずやってみようみたいなねうんでやったらしいんですけどまあ、やった結果分かったらしいんですよねその言ってる人の意味が要はその仕事と多くの人は仕事とプライベートの境目を こうつけたがるし、つけようと思うし、つけないでダメと思ってるけども、その、なんか実際にやった結果、その、境目がなくなったらしいんですよ。仕事とプライベートの。だからまあ、仕事が遊びになって、遊びが仕事になるみたいな。だから、ずっと仕事してても遊んでるようで、で、休んでるようでみたいな。だから、結果的にどうなったかっていうと、多くの人は仕事にかける時間が、 あのまあプライベートの時はプライベートだからっつって仕事しないわけじゃないですかでもその人はずっと仕事できるわけですよだから物理的な量が増えたし物,物理的なこなせる量が増えてるしでそのよく効率化みたいなのあるじゃないですか仕事でね効率化あの効率化って単純で仕事をいっぱいあれば自然にそんなのもん効率化になるんですよね 仕事いっぱいあれば効率化になるじゃないですか。早くできるようになるじゃないですか。30年、職人の人もね、30年働いて仕事が遅いっていうのは多分ないと思うんですよ。同じことを30年やったら絶対早くなるし。うん、な、なれるからね。つまりどういうことかというと、そこにかける時間が増えました。仕事とプライベートの時間が境目なくなりました。どんどん仕事します。どんどんなれます。早くできるようになります。 毎日してます。また早くできるようになります。まあ、結果的に人より仕事がすごく、なんだ、生産性もあるし、なんですか。あの、めちゃめちゃできるみたいな。で、結果、ま、週に上がるみたいなね <laughs>。うん。まあ、当たり前の話なんですけどね。でも当たり前のことが分かんないし、当たり前のことがやっぱ嫌がるんですよね、みんなね。うーん。そう。 さっきね、僕、あの、コンサル、あの、してる人から連絡があってですね、あの、なんか、まあ、その方はね、あの、今、広告で、まあ、分回してるんですよ。で、まあ、広告経由では売り上げ上がるようになったんだけども、その、無料の媒体ですよね。無料の媒体を全然やっていなくて、まあ、コンサルやってる時も無料やっとった方がいいですよ、つっても、ずっとやあんまやってなかったんですよ。 で、またコンサルを再開して、その、まあ YouTube 始めて、まあ日々こうこ、今年はもうとりあえず毎日やりましょうみたいな話でやってたんですけど、なんかあの、習慣化なったって言ってましたね。うん。そう、習慣化なりましたっつってね。うん。そう。少しずつですが YouTube 経由で入ってくる人数が増えてきましたと。流入先も分けてるんですが、作った教育動画から入ってくるようになりましたと。うん そうだからね YouTube に関してもやればやるほど簡単になってくるし何すかね別に苦痛じゃなくなってくるんですよ。うん。まあすごくシンプルななんだことで誰でも分かりそうなことなんだけど誰もやらないっていうねここにチャンスがあるんですよねいってらっしゃい。